演舞の時にも皆様のこの手拍子そして拍手をお貸しいただきたいと思います。そしてそしてそれだけでなくもう一つ皆様方に我らの演舞に参加していただこうと思います。その方法が立ち退きでござります。右手の拳を大きく掲げえいえいおーえいえいおーえいえいおー、このように見たび上げてまいります。すでにおこの元気な声が聞こえてまいりましたけども、この会場にいらっしゃる皆様全員と一緒に上げたいと思いますので、全員で後方の皆様もお願いいたしますと、ありがとうございます。では、はい、早速練習してまいりましょうぞ、はい、皆様方拳を掲げて、さあ空にして上に上げてくださりませな。よし、ではまいりますぞ。はい、皆様の立ち上げだ、それはい、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 ありがとうございます。ありがとうございます。我ら名古屋おもてなし武将隊は400年前よりよみがえりし物の風習団、本日は現世という戦国に生きる皆様方にたくさんの元気とありったけの勇気を精神誠意お届けする所存でございます。明るい未来に向かって
比べれば夢幻のごとくなり、ひとたび勝負に劣せぬもののあるべきか。我が名は大六天王織田信長である。一番遠くから来たというもの、自信があるものはおるか。あ、どこやった。群馬だよ。お、群馬。群馬のどのあたりじゃ。あ、桐生か、あ、ほうか、桐生にございます。かようか、よくぞお参った。わしらもな、全国を遠征と称して群馬にもな、一度行ったことがあるのじゃ。名古屋の魅力を全国つらうらに魅力発信しまいとるでな。また群馬、焼きまんじゅうを食べに行く。ありがとうさん。各地の名物やはりうまいわな。さようですな。やはりこの日の元各地のご当地飯、えらく好きなもの多いんだけれども、無論その中でも名古屋もな、おうしょ、うまいものたくさんあるで、ね、もううまい名古屋飯食ったよというものを手上げてしょうよ。お名古屋飯食ってくれた、ありがとうさん。おう、じゃあこの中から何を食うたか発表してくれる勇気あるものはとても手上げてるでしょうよ。その勇気というよ、急に手触ってしまった。勇気あるものはほら、おった、勇気あるもの、味噌カツを食べました。味噌です。味噌カツ、そうじゃ、愛ですからな、味噌カツ。素晴らしい、ありがとうさんじゃった。名古屋は八丁味噌というものを使っておって、少しばかりこの他の県の味噌よりも味が濃いという。そうじゃな、色も黒に近い茶色でござってな、全て豆を使った豆味噌。よその味噌はな、米だとかいろいろなものを使ってるけど、豆が10割の味噌を使っておって、
この栄養価が非常に高い、あそして美容にも良いと今再注目をされているものじゃないか。せーの村川さん、はい、ちゃんこの味が濃いといえば皆が気になっておるところで一つ意外な豆知識がございまして、お、なんじゃ、赤味噌、先に申した通りものすごく味が濃いんじゃな、にもかかわらず他の白味噌であったり合わせ味噌であったり、そういったものよりも塩分濃度が低かったりする、健康に気遣っておるものにもあつらえ向きである味噌ということなんじゃ。さようか、味が濃いめなのはわしとお前の顔ぐらいなもん。野中様は美白でございまする。いや味は濃いと思う。味は我らこの養鶏ほぼの空港なんかに行っておもてなすることあるんじゃけれども、その空港職員に異国の言葉のこの何じゃアナイプな、それはお前だけもらったりすることあるからな。そうじゃな、これ来とるんじゃよわし。いやそういう甲冑が好きな異国のものだと思われてる。いやそうじゃな、まだまだ最後は昔からそうじゃ、ある異国のものがな名古屋城に来てわしらにありがとうありがとうありがとうと日本語でな俺を言ってくれたんじゃが、なぜかマタさんの番だけセンキューって書いてある。そういう伝説もあるくらいじゃ。そういった我らの姿、今一度お主らのからくり機に収めてほしいと願う次第じゃ。我ら名古屋をもてなし武将隊は名古屋城に来れば我らがおって楽しめるぞということを、お主らのからくりを持って全国に知らしめたいと思っておる。しかとからくりで記録をいたし全国に発信してくれ。それでは正面から構えてまいる。いいぞ開始じゃ。ドーツドーツ3つ4つ5つしまいじゃ。1つ2つ3つ4つ5つしまいじゃ。さあ参ろう。こちらはじゃ1つ2つ3つ4つ5つしまいじゃ。はい、である。ありがとうございます。さあこの後はこの3名の好きな武将と共に写真が撮れる写真撮影第2弾でよ。さあわし織田信長、そしてこの背の高い男の前田利家、誰じゃった、あ、じゃあ豊臣秀吉、秀吉か、橋場秀吉、あ、今は豊臣秀吉、ややこしいなお前は。蘇って以来コロコロ名前を変えようって本当に。まあ豊臣秀吉、この3名の武将の前に列をつける。このいずれか一人、どれか一人じゃ、どれか一人とともに写真が撮れることになっているがゆえに、そこをよくよく考えて移動してくれ。